こんばんは。ありがとうございます。え、なんだよね。うん、なおさん、バチコーニありがとうございます。イエーイ、こんばんは。チュ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 、こんばんは。バチコーニありがとうございます。コロン相変わらず可愛いな、ありがとうございます。イエーイ、ハッピーチルドレン。来たらすぐにバチコーニありがとうございます。イエーイ、めっちゃ可愛い、嬉しい。イエーイ、こんばんは。今日はね、いろはさんのお年玉企画で当選したんで、福袋、これね、このでっかいのだから、これを見ていこうと思う。開けるの初めてなの。今日本は何時か、8時です。8時です。でね、いろはさんのね分で当選したんで開けていきます。これね、めっちゃでかいんだよ、ほら。しかもめっちゃ重いの。バチコーニありがとうございます。ね、開けていくね。チャックチャックチャック、あったーん。やば、スカートが。これね、届いたの。福袋って書いてある。でね、紙が入ってました。これ、やば、待って、足の裏つった。いった、待って、ガチで足の裏つった。かわいい、ありがとう。ちょ、ほんまに足の裏つった、ほんまにやばい。とりあえず読むわ。お年玉企画当選おめでとうございます。この度は株式会社いろはのお年玉企画にご応募いただき誠にありがとうございます。抽選の結果、あなた様って読むよね、がご当選されました。おめでとうございます。つきましては当選商品をお送りいたしますって書いてある。やったー。ちょ、待って、マジで足ができない。気になる人、気になる人は私がインスタフォローしてるから見に行ってみて、飛んでからいろはさんのあるんで、インスタ見に行ってみてください。今回はね、お年玉企画っていうのやってて、で、それで当選しました。イエーイ。でね、もう見えてたと思うんですけど、見てこれ、なんて言うっけ、ホットドッグ。めっちゃおもろくない？これ、え、こんなん入ってるんだよ。え、めっちゃ置いとく、ちょっと待って、次のも見てみる。めっちゃ、え、めっちゃ大量に入ってんの。そして、そしてじゃん、こんなん入ってます。ちょっと待ってね、なんか犬みたいなマーク書いてある。ちょっと待って、落ちそう。開けていいのかな。開けてみます。ちょっと眼鏡外す。今着るしかない、確かに今着るしかない。あ、一式セットな感じかも。じゃん、ズボン。じゃあね、ズボンだよね、多分これ子供用のズボンですね。
そしてこれ、え、かわいい。これも子供用だよね多分。見てこれ、かわいくない？ハート、え、こういうのさ流行ってたよね、こういうの首のやつ。これはね、妹にあげたいと思います。子供用なんで。ほんでほんで、これワンピース、めっちゃかわいくない？え、かわいくない、かわいくない、かわいくない、私合うかな。これはね、サイズがちょっとあれなんで、ちっちゃいんで妹にあげます。こういうのがね入ってるんだよ、面白い。はい、次、まだまだあるんでね。これね、なんだろう、あ、何枚かねセットになって入ってる、すごい。じゃん、どう？私こういうのさあんま着ないけどさ、意外と着たら似合ったりして、どうですかこれ。はい、次、え、かわいい。え、これさ夏絶対さいいよね、こういうの。え、しかもさ見て、トミーナの、トミーナの、トミーナの、え、やばくない、やばくない、トミーナの。はい、次、うわ、なんて言うんだろう、こういうのなんかカーディガンみたいな感じでもちょっと違うけど繋がってる。え、めっちゃよくない、これ面白くない、こういうの。え、めっちゃいい、今度着よう。あら、バチコイにありがとうございます。全然見てなくてすいません。あの、バチコイにしてくれた方には後で親しい友達に入れて写真見せるんで。はい、はい、次、じゃん、黄色なの、黄色似合うと思います、ありがとう。はい、これ結構さっき開けた時見て、黄色いの見て気になってた。タイプね、え、かわいい。 M サイズ、これも着ようと思います。はい、そしてじゃん、なにこれ、え、つながって、さっきと同じかと思って違った。これもね、なんかね羽織るやつ使えそう。はい、次、え、かわいい、なんて言うんだろう、ニットみたいな。これさ、制服の下着たらよくね。え、絶対あったかいよね。これ今度着よう。イエーイ。はい、いいね。次行く。青色の服。見てみる。これ、これはもらった服です。え、じゃん、どう？あんまさ着ないけどさ、こういうの着てみたらいいかも、意外と似合うかも。うん、あんま着んかもこれは。あの、私の着ない服は今度プレゼントしようかなって思ってます、皆さんに。なんでね、よかったらインスタとかねチェックしてみてください。また後日ね、どうするかとかあげるんで。ほんで次、なんかかわいい、ユニフォーム系かな、こんなバラ、ありがとうございます、かわいい、ありがとう。いや、ない服欲しいです、今度ねどうするか決めます、プレゼントします、皆さんに。この靴下ここら辺まで来ます、伸ばしたら。はい、よいしょ。え、めっちゃ可愛い、見て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 、え、こういうのさガチ欲しかったんね。え、
これマジで着よう。え、可愛くないこれ。9番だって。 SUAREZ。 え、可愛い。久しぶりです。え、見て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 、このズボンもある。絶対似合うね、ほら。良くないこれ。え、いいよねこれ、めっちゃ。今箱ゴリンゴはどこ。はい。え、普通にちょっとズボン履いてるからあれだけど、普通に良くない。え、めっちゃいい。履いとこう。これね、え、めっちゃいい。パチコにありがとうございます。イエーイ、コロン大好きです。ありがとう、フォローしました。ありがとう。見てってね、ついでに。え、これマジ、え、もうこれはもう絶対着る。え、もうあげない、誰にもあげない。次、ピンク。うお、見て、なんか面白い。なんかお金持ちの人着てそう。もこもこ、いいねこれ、ふわふわ。はい、次。さあ、気になるのがあるんだけど、まあ、先にこっち行こう。これチョコレートみたいな色してる。じゃん、なんていうっけこういうやつ、ジャンパー。これ男のかもだよね。 DIESEL、 どこのメーカーか私は知らんが、いい感じじゃない。はい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 、どう、似合う。これ多分男なんだよね。え、でも意外と着てもいけるかも。これね、いろはさんのね、お年玉企画で、何この指、お年玉企画で当選してもらってるんですよ、このでっかいので。今それを見てってます。え、かっこいいよねこれマジで。え、いい感じだよねこれ。はい、着るかもこれ。か、肌に。これいいやつな予感がする。私が欲しかったやつかも。ほら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 、私が欲しかったやつ。え、これいいよね。え、これにさ、あのこれの下にパーカー着たらめっちゃ可愛くない？え、最近流行ってるよねこれにパーカー着るみたいな、よく見るんだよねインスタで。もうこれ着る。え、面白いねこれ、似合うよこれ。ありがとう。次、おえ、なにこれ、見てキラキラしてんの。なんだろうなんだろう、え、これどっから、うわ、めっちゃ下に下がった。あ、こっちか。うわ、めっちゃ下に下がった。かわいい、ありがとう。やば、あかん、いや、意外だわ。え、なにこれ。え、なんかね、あ、ガチの、なんか、え、H&M で売ってそうな感じの生地。なにこれなにこれなにこれ、何これ、スパンコールペプラムガタスカート、スカート、スカート、え、スカートらしい。どういうスカートですかこれは。え、なんかでも面白い。え、これどういうのだろう。メーカーはね、これかな、こういうメーカー多分ね。これこれ、な、面白い。え、何なんだろうこれ。これ4つついてる飾り付け、じゃん。これ面白いかも、履いてみたら。演歌歌手か、演歌歌手ではないね。次、これもスカートかも。コリンボはどこ、うん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 、そう
だね。上ドアはそうかね。ここが問題点だね。私そういう服持ってないからさ。うお、これはまたまた私の知らない、これね、こういうやつ見る見る見にくい、こんな感じ。これもね、スカート、これはね多分履かないと思うからプレゼント企画にしちゃおうかな。なにこれ、え、見て、パッと見カバンじゃない、え、カバンみたいな感じじゃない、スカートかも、いや、わからん。ポリマ、開けてみる。かわいい、ここの、ありがとう、はじめまして。今ね、いろはさんのお年玉企画で当選したんですよ、福袋。それの中身を見てみて、見ています、みんなで。こんなね、でかいんだよ。が、届いたの。え、すごくない？え、めったにないよね、こんな。福袋とか行ってこんなでっかいの。あ、コンコンコン。はい、書いた。はい。うわー、カバンじゃなかった、カバンだと思った。え、カバンだと思うよね。これはね、うおー、エプロンみたいなスカートです。ワンピースです。こんなやつ。え、似合ってたりする？もしかして。コロン、はい。え、すんごい入ってんだな。マジで入ってる。え、やばくない？すごいよね。え、これマジ、やばいよ。ほんまに。え、ちょっとみんな気になったら行ってみて、いろはさんのインスタ。飛んでみて。私、フォローしてるから、フォローのとこ見たら見れるよ。だから見てみて。企画とかね、またすると思うんで、いろはさん。ぜひ見てみてください。これ、ワンピースでした。はい。次。待って待って待って、めっちゃ気になるのがある。これは、緑だね。どっから開けんの？あった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 。テンション上げ上げ。マジ嬉しいじゃん、こんなん。ヨリメザールス。ちょっと今、ヨリメ禁止だからさ。ちょっと白目になるけど。そう、え、こんなさ重い服袋もらったことないでしょみんな。え、すごいよねマジで。マフラーじゃないこれ、ほらね、マフラーだよね、こうやってやるやつだね。早業。はい、次。じゃん。これは短パンです。短パン。ちょっとメーカーが分かんなかった。短パンです。これもね、プレゼント企画しようかな。はい。制服に合ってる。ありがとう。次。おーおーおお、なんか。青きた、青。見て、ここだけ見たらなんかツルって感じてん。プーマじゃん、プーマ。え、これ子供用だと思う。150。え、プーマ可愛い、これ私が着たい。え、プーマ可愛くない？ほら、これは弟にあげます、プレゼント。はい、次。じゃん、お下がりじゃなくって、これ福袋なんですよ。いろはさんの企画でもらったんです。もらったっていうか当選したんですよ。それで届いたんで、開封してます。はい。じゃん。これあったかそう、今の時期にぴったりじゃん。これもね、青で男の子用だと思うんで、弟にあげます。130です。あの、サイズも、そのジャンルとかもいろいろ混ざって入ってるんですよ、こんなか。面白くない？うお、見て、ブラとか入ってる。え、おもろ。うわ、見て、こういうやつ。いける。え、Tレースショーツだって。サイズは LL。
って書いてある。まあ履かないけど。え、見て、どう、似合う、可愛くない、ボンボンついてる。おもろ。これサイズは C の75。ウケる、可愛い、しかもおもろ。あ、いつか着ようかな、いつかね。はい、そしてさっきのセットパンツいいね。次、これさっきの色違いじゃない、あ、違ったけど、あれは一緒だね。次次次次次、赤じゃん、 T レースショーツ、見える、あら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 、光で見えない、あら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 、はい、こんなやつパンツ入ってた。え、おもろくない、もういろんなジャンル入ってるよ。次、赤サイズはこちら C の65。え、サイズもね、いろいろあります。え、おもろ、やば、ウケる。そしてね、じゃん、靴だよ、靴が入ってる。これ私あの知らないよ、あの名前なんていうん、なんだっけ、デザインじゃねえわ、名前が出てこん、まああのなんだっけあるじゃん、ナイキとかアンダーマーとかそういうの、そういうなんか名前っていうのは知らないけど、このマークは知ってる。え、めっちゃ有名だよねこれ、ほら、え、こんなのも入ってるんだよ、ポロポロっていうのかな。え、やばくない、え、これめっちゃいいやつだね、多分知らんけど。え、だってめっちゃ見るもんこれ、危ない、サンダルだよね。おもろ、これもね、プレゼント企画に入れようかな。みんな、興味ある？興味あったら、インスタ見てね。ラルフローレン？ラルフローレンっていうの？はい、次、じゃん！え、これもさ、さっきさ、来てんね、流行ってみて。あれじゃないの？どうやって開けるんだ？ラルフローレンって言うんだ。え、有名だよね、多分知らんけど。いや、知らんよ、知らんけど。なに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 、話聞かない人かな、ごめんなさい、見てないです、コメント。はい、これ結構新しい状態、寝るチェックシャツっていうやつですね。ほら、え、これマジでいいよね。え、こういうの欲しかった、ほんまに。え、だって店とか行ってもうこれ買ってんとか言ってたもん、ほんまに。こういうの、こういうのほんまに欲しかったの。ハイブランドだよね、プレゼント企画にします。はい、そしてこちら、フリースロングパジャマ、可愛くね、初見です、初めまして、可愛いですね、ありがとう。今ね、これお年玉企画で当選したんですよ、いろはさんのお年玉企画で。で、それをね、開封してます。やばくない、こんなさ、こんなでかいさ、バッグに入ってんの、え、すごいよね。でね、ジャンルとかもいっぱいあるし、ほんと面白い。で、開けてます、よかったらね、見てってください。めっちゃいい、ほんと。え、マジでプレゼント企画出すね、ラルフローレンの。やばい、落ちる。じゃじゃん。おお、つながっとる系か。あ、違うわ、なんかワンピースみたいな、こんな感じのパジャマになります。なんか色だけ見たら、あのクレヨンしんちゃんのパジャマだよね、面白い。こんばんは。はい、次、またまたあれですよ、パジャマですよ。ハッピーハッピー。お、これは首に
ハイネックっていうのかな、ハイネックのやつです。絶対あったかいよね。黒ルーズ流行ってんだよ。そうそうそう、かわいいよねルーズ。これはね、これさっきよりかは短いかも、丈が。面白い。あ、ポッケあるんだ。次、ちょっとね、さっきからこれ気になってたの。ほら、わかる？これもろくね？なんかさ、ニュースでさ、よくこういうの見るよね。最近よく見てたよね、ニュースで。あるよね、見た、みんな。ほらほらね、え、みんなこれ誰だかわかる？この人、大谷翔平だよ。え、しかもこうなってんの、この顔二重クソおもろい。やっぱさ、アメリカとかさ、今めっちゃ人気じゃん、この人。だからかな。え、おもろい。これ着るわ。これ着て学校行きます。次、4900プラス税って書いてあります。しかも 60% オフ、あの値札ついてんのよ。翔平オータニーだよ。なんでしょうこれは。え、なにこれ、どう、似合う？え、意外と似合ったりする？メイビーって書いてある、このメーカーですね。ちょっと 見る、これ、これ、こういうメーカーです。じゃん、これね。ヨリメザウルスできないの今、ごめんね。じゃん、これはまた私があまり着なさそうな系統のお服ですね。じゃん、おー、これあれじゃん、ひろこだって。ひろこって書いてある。じゃん、これはねプレゼント企画に話そうかな。見て、どう、似合う？今の時期絶対合うよね、こういうの。こういうのさ、あんま着ないからさ、ね、着てみたいよね。次、何これ、見て、めっちゃ着られてる、ここ。どう、制服の上に着たら意外と合うかな。買ったシャツ見えるし。大谷翔平着よ。ハッピー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 。ちょっと待ってよ、赤リンゴを取って。やん、やば、え、もうスカート意味な。どうすか、良くない？え、いいよね、めっちゃいいよね。はい、こちら赤茶色っていうのかな、そんな感じの色。これはね、スカートだね、スカート、スカート多めだね。へい、え、これいいでしょ、豚話して、豚ブー、靴下の裏見してこんな感じ。こちら、なんだろう、これもね、スカートじゃない、多分、多分ね、多分だから確信はない。大谷ワロタマジで、それね、いける。これ結構でっかいサイズだからさ、いいね、楽に着れる。ほらほら見てみなさい、スカートでしょ、これね。なんていうスカートだっけ、こういうの。マジさ、名前がわかんない。待って、同じのじゃないこれ。さっきのと。
え、ウケる。え、これ同じのじゃない？はあ、袋が破れるっていうね。じゃん、同じの。え、ウケる。同じの2枚入ってる。同じの2枚っていう言うよね。同じの2枚入ってる。これプレゼントに回そうかな。ゴリンボザウルしてください。あのさ、ヨリメザウルス禁止になったじゃん。でできないじゃん、ザウルス。だから新しいザウルスさ作ろうかなって思う。こんな感じね。はいはいはい、これプレゼントに回そうかな。ちょっと気になるのあるけど、これは最後らへんにやろう。うわ、めっちゃ重い。これあれじゃない、なんかロングコートみたいな感じじゃない、重さ的に。あと色味あるよね、こういうの。制服かわいい、ありがとう。これ大谷翔平なの。じゃーん、なんかこれ刑事ドラマとかでさ、刑事の人着てない、こういうの着てるよね、おもろ。これ誰かにプレゼントします。私さすがに着ないんで。ザウルスお願い。寄り目なしのザウルスってこういうこと。はい、次。これさ、さっきと色同じじゃない？あ、違うか、違うか、いや一緒か、いや違うな、生地が違う。いや一緒かもしれない。これ今出したのね。ほんでさっき出したのがこれ。え、これ間違い探し。え、これ一緒だよね、どう考えても。え、ウケる。え、さっきもさ、これさ2個ダブったじゃん。え、おもろ、誰かとお揃いできるね、やった。はい、次。なんて言うんだっけ、こういう色。オレンジ、ネオンピンク、ネオンオレンジみたいな。そんなことある、マジそんなことあるだよね。めっちゃこの福袋面白い。え、みんなもね、興味あったらいろはさんのとこ行ってみて、私のインスタから飛べるよ。このね、福袋、あのいろはさんのお年玉企画で当選したの。またね、企画するっぽいから、みんなもね見てみて。え、なんか袋ついてる。これスカート、防寒スカートみたいな、知らんけど面白いね。え、これスカート見て、いい、あ、わかった、これ膝掛けじゃね、膝掛けみたいな、なんかあったかいじゃん、こういうので。これ持ち運べるっていうね、めっちゃ便利じゃん、すごすぎ。なんだ、わかるわかるわかる、このメーカー。ちょっと名前忘れたけど、わかるんだよ。マジ名前覚えれん、ほんまに。かわいい、ありがとう。え、服のこと言った、もしかして私のことじゃない、意識過剰、やば。はい、どんどんどん。え、よくね、これめっちゃいいやん。こちらは、あれ、サイズが書いてない。あ、そんなもんか。え、めっちゃいいじゃん。え、これさ、今さ流行ってるよね、このチャックだけのやつ、ノースフェイス。めっちゃいい。え、めっちゃいい、これもう着る。プレゼントしない。じゃあ、マイカー、待って、これ残り、あ、まだあった。ちょっと待って、ウケる。待って、残りね3種類ぐらいあるの。ちょっと見ていきます。こちらコップになります。コップ、はい。そしてね、次またコップになります。やったー、これでお揃いだね。はい、次なんて、タンブラーこれね、入れるやつやない、これ。え、ウケる。はい、そしてはい、こちらも同じものでございます。はい、ダブった。はい、これでお揃いできる。誰かお揃いにする？お揃いにしたい人いますか？お揃いにしましょう。かわいい、ありがとう。はい、次の。おー、しょうまさん、バチコーデありがとう。次ね、これとこれがあるの。え、しかもどっちもすごいの。まずこっちからいくね。
え、すごいよね、これさ、お年玉企画の福袋だよ、いろはさんの。え、でこれで無料でもらってるんで、お金払ってるわけじゃない、なのにこんないいものが入ってるの、いろんなものがね、もうよくない？はい、見える？エアジョーダンのビーニーってやつかいね、これニット帽、ビーニー、ビーニーだよね。え、もうめっちゃいい、やばくない？え、もうこれは絶対使うよね、そう、ナイキ。はい、次、はい、ナイキのカバン、え、よくない？ゆき、やっほ、すごいよね。え、これマジでやばくない？いろはさんのお年玉企画で回ったんだけど、ほんまにやばいよね。え、すごすぎる、ナイキのカバン。え、こんなさ、いっぱい量入っててさ、ジャンルもさ、いろいろあってさ、このね、ハイブランドだよ。はい、こちらもナイキのカバン。え、待って、こういうカバンめっちゃいい。え、これほら、肩掛けめっちゃいい、 Just do it。 はい、めっちゃいい、やばくね、これマジのナイキだよ。はい、次、靴いきます。え、これな、どっち、こうだよね。靴いきます。ちょっと待ってね。やばい、みんな行くよ、しっかりもう目開いてて行くよ。じゃーん、やばくね、え、かわいくね、見える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 、めっちゃよくね、え、やばくね、え、こんなんが入ってんだよ、え、マジ最高、ありがとうございます、いろはさん、本当に。え、見て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 、エアだよエアだよ、エアマックス、ほら、え、やばくね、え、かわいい、やばくない、え、マジでやばい、やばいしか言ってない、やばすぎ。やば、はい、ちゃんとね、2足入ってるんですよね、これね。え、最高じゃん、これ、よくない？ねえ、え、めっちゃいい、これ、今見せたもの全部いろはさんのお年玉企画で当選して当たったものなんですよ、やばくない？え、しかもこんなでっかい袋に入ってんの、え、やばくない？やばくない？やばいよ、本当に。でね、ほら、当たったの、ほら、で全部無料なんだよ、こんないっぱいハイブランドとか入ってて、めっちゃいいよね。ちょっと興味のある人、ぜひね、いろはさんのインスタ飛んでみてください。私のね、インスタから飛べます、フォローしてるんで、フォローしてるとこで見て飛んでください。皆さんもね、こんないろんなものをいっぱい当選してもらえるかもしれないです。しかもね、あの、売ったりもしてるらしいんですよ、服をね。だから見に行ってみてください。はい、こういうね、ジャケットっていうのかな、こういうのとか、ナイキのね、カバンとかね、スカートとか、ローズフェイスのね、こういう服とか、このね、めっちゃネタ枠のこのね、ランクフルト、ランクフルトじゃねえわ、ホットドッグだわ、やば、びっくりしすぎて、ちょっと頭おかしい。え、やばくない？これ、こういうのね、入ってるの、いっぱい。で、今、こっちにいっぱい服置いてったんだけど、さっきの。めっちゃ草あるの。やばいよね。だから、みんなもね、興味ある人行ってみて、ぜひ。もう今回は、めっちゃ私、楽しい企画でした。はい。こんなね、いっぱいあるの。で、これ、さすがにこんなにいろんな種類あって、私が、使わないものがあるの。着ないものとかね、だからそれは私が視聴者さんとかにね、プレゼントしようかなって思ってますね。この中からね、コーデしてみましょう。まあね、一番のコーデはこれだよね、大谷翔平の。え、しかもこれポッケ入っ、かわいい。しかもこれスカートのさ、下さ、さっきさ、あの、入ってたやつ履いてるんだけど、もうスカートの意味がないっていうね。やば、太もも、ホットドッグのこれ欲しい？これプレゼントしちゃおうかな。待って、これさ、下さ、透けてるからさ、まずはね、こちらを着てみようかなって思います。はい、ズボンの上下セットで、ズボンの上下セット、え、これのズボンってこと？こ
これこれの上下セット後で着てみる。はい、やば、芋感。どうすか、かわいいすか。はい、これさ、ハロウィンとかさ使えるよね。ちょ、前髪長すぎな。はい、次、かわいい、ありがとう。脱ぐのに一苦労するっていうね。あ、前髪がボスだよ。え、さっきのさ、これのさ、あったー、これこれ、このズボンのセットだったやつね。え、マジでなんか福袋の中なんか1枚ずつ入ってんのかなと思ったら、もうセットで入ってんの、おもろくね、すごいよね。こんばんは、おこりんぼはどこ。やば、お腹が見えちゃう。やん、あ、逆だった。え、しかもタグ取ってない。後で取ろうじゃないか、タグは。この下さ、スカートにさ、ズボン履いてんだよ。スカート脱ぐね。ほっ。じゃーん。どう？似合う？なんか、これサッカーだよね、多分。え、さっきさ、めっちゃサッカー見たんだけどさ、なんか今私が来たらめっちゃラグビーみたいな感じでなんかさ、太もも太いしさ、なんかラグビーみたいな感じがした。え、でも可愛い、イエーイ、可愛くね。2杯丈にし、これさ、ルーズソックスだからさ、こんなさ丈にしちゃうとさ、ほらよ、あれ、サッカー、サッカーかな。はい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 、お次何着ようかしら。で、ハッピーハッピーハッピー、これどういうさ着方するんだろう。え、切ると、え、何でもない、間違えた。ハッピーハッピーハッピーチーお着替えタイム、3、2、あ、やば、どうやって着んのさこれ。え、絵文字着方がわかんねえ。これで合ってるのかな。じゃん、こんな感じ。なんか言う、なんかさ、おるよね、こういうの着てる人。ドゥドゥドゥンドゥンドゥン、どう、似合ってる、いい感じ。ほんでこれを履いて、え、履ける、やば、きついかも。まあきついかなと思いきや意外と余裕っていうね。入れた方がいいかな、いっか。はい、こんな感じ。 OL さんいるよね、こんなん。どうすか、こんな感じでね、着ることができるの。何着よう何着よう、いろんなもの着たすぎて。コリンボはどこ、 1,2,3、 はい、大人っぽくて好き、ありがとう。やば、ルーズソックスが
めっちゃ服踏んだ、ごめんなさい。次何着よう。刑事ドラマの再現しよう。ボタンが取れん。ハッピーハッピーハッピー。頭から離れ。うわ、じゃん。刑事ドラマでこういうのあるよね。え、ほらマジでさ、ほら刑事じゃん。ほらコネクタイしてたら完璧だったのにね。え、被害者役じゃなくて刑事役。カッターシャツだけだとさ、あれじゃん、意味ないじゃん。ハッピーハッピー。名探偵コナン。はい、そしてね、こちらプレゼントにする。やばい、足が入らん。ちょい待ちな。そんなバナナ、じゃーん。ラルフローレンってやつのサンダルです。いいねいいね。そしてお次は何を着ようかしら。ハッピーハッピーハッピー。チョコリンボーはどこ。これ履こう、これ履きます。まあ似合うか似合わないかは別として、まあこんなんだよっていう感じでね、着るよ。ハッピーハッピー。きたー、何がきた。え、待って、これさ、このズボンの上に履いたらやばいことならん。まあいいや。ほう、いや待って、ほう、こんな感じ。さすがにこれはアウト。いやーん、あれこれじゃない、私が着たいのは。大谷翔平。じゃじゃーん、最後はね元に戻りました。まあ元ではないけどさ、まあ私のねベストコーデこれだよね。9番に大谷翔平。はい、じゃね、今回はねこれで終わりにします。でね、最後にもう一度紹介します。今日、まあ、着てる服とかいっぱい出した服とか靴とかあるんですけど、これね全部いろはさんのお年玉企画で当選して家に届いたものなんですよ。でまあこのカバンの中入ってたの。え、しかもジャンルもいっぱいなの。多分男もん、男もんね、これ男もんの服。ほんでネタ枠のねホットドッグ、まして、こういうね、スポーツ系のもの。そしてね、パンツとか、ブラとかもね、いろんなね、ジャンルのものが入ってるの、いっぱいいっぱいいっぱい、めっちゃ。え、しかも、カバンも入ってたし、もう、ね、ハイブランドのものもね、入ってんの。はい。でね、コップとかもね、入ってるんですよ。
こういうのね、エアマックスね。やばいよね、これ全部無料なんですよ本当に。で、ね、当たったんですよ。抽選の結果、あなた様がご当選されました。私のことね。こんな感じでいろはさんのね、お年玉企画の福袋の中にはいろんなものが入ってましたね。めっちゃ面白い。まあね、こんな感じでもう全部足元とかもこれ全部服なんですけど、でね、ほらハイブランドね、ナイキもあるし、こんなにいっぱいあるのマジで面白いよね。興味ある人はマジでいろはさんのインスタ見に行って、まだ企画するっぽいから、その時にね、みんなもね、こういうの当たるかもしれないから。でしかも服とかもね、売ってるの見てみて。だからマジでもうみんな気になるでしょ、こんなさ、いっぱいさ、福袋でさ、ないでしょ本当に。みんな気になるだろうから見てみて。私のインスタに飛んで、でその私のインスタのフォロー中のとこも見てみて。3人いるから、その中の1人がいろはさんだから。 OK、 見てみてね。ほんまに全部無料だから、当選したやつだから。すごいよね、これは。私が着るやつもあるし、着るやつね、プレゼントするやつもあるし、みんなにね、もちろん私の家族とか友達にもプレゼントするけど、みんなにもプレゼントしようと思ってるから楽しみにしててね。今日はここでおしまいにします。じゃあね、みんなバイバイ。バイバイ。ちょっと待って、切れんな。おう、切りに行く。みんなバイバイ。バイバイ。バイバイ。まずは YouTube から切ります。次、TikTok、オレンジの見たい。オレンジの？何オレンジの？これ？これは膝掛けです。はい。